準決勝第1試合ポポ対ディオスカルマ8小節これ4ターンあります。準決3ターンいろいろあるハローズデンジャラスハローズじゃあ3ターンでいきます。決勝だけですね4ターン。OK、 じゃあビートいきます。レディーファイト。 OK、 yeah、 yeah、 ルールがグダグダすんかこれはもう普通なプランかだから何でもいいかってプランかじゃなく俺は伸びるぜピヨンでこっちに伸ばさない鼻の下だなんて目の前にいるのはマイケル・ジャクソンそしてデンジャラス・ハープよりも今から聞かせるぜデンジャラス・ラップ微妙と伸びるのはブランカじゃなくてラルシムそれお前なりの外しっすか外しっすって恥ずかしいっすわポポそもそもなんで午前中からバトルやらなかんねんさっきのどついたるねんまだ引っ張ってるお前もどついたるねん京都から歩いてきたのかポポお前かいいの今のどついたるねんつったら俺はどうよかったねポーなんでもいいっすよってあまり受けなかったこれはなんだ勝ったなじみでも余裕で勝ったわかった今日は最高だヨガテレポートっていうかそれただの激戦闘法俺目の前にいるもっと遊ぼうよつまんねえ話はもうやめとこう心臓のビートの上どっちの方がうまく乗るのかよく見せようポポお前芸人じゃねえよなラッパーならもっとバチッと当たってこいよこれじゃあ遊ぼうよってお前のラップは棒読みでつまらない伝わらないし俺は人生綱渡りで一歩一歩やってきたお前の話なら右から左俺は楽しく生き方次第お前の時代今日で終わらせる俺は戦じゃない完全体お前の人生綱渡り右にも左にも揺れれないただまっすぐ進むだけつまらない俺は地に足ついて自由に踊るでしょうどっちがやべえか一目瞭然今更口に出すまでもないけども俺は仕方ないマイク握ったらば手を抜けない将軍終了。熱い熱い戦いだ。じゃあ決まってますか。ジャッジいきますよ。ジャッジ先行ポポ後攻リョスカルマ。オーケー勝者リョスカルマ。ポポに大きな拍手を。スカルベリーパンキンポポ